こんばんは、山亮と申します。ということでですね、これでですね、まあ、加賀さん乗ってきて、見学してきて、護衛艦のね、で、クレのカレーフェスタから、マイニのね、バスに乗って、移動して、ということで、このね、夢タウンのあるあたりですね、大和ミュージアムの付近に戻ってきましたというところからスタートでございます。ということでですね、ちなみにですね、この日すっきり暑かった上に、そんな、まあ、超満員のね、バスに乗っておったんで、暑くてですね、結局ですね、実は、この後、しばらく、夢タウンの中のね、モスバーガーで、モスシェイクを買ってですね、モスシェイクのね、アーツムーディーって言いながらですね、しばらく抱いてました。ちなみに夢タウン、今も写真を見てもらっとってね、もう、このうぞうむぞうのこの人だかり、見ていただいてると思いますけど、実はね、夢タウンのね、フードコートはね、結構空いてましてですね、おかげさまでですね、椅子にも座ってですね、まあ、ゆっくりと、まあ、夕食の時間帯でもなかったですからね、もうモスシェイクですから、もう全国どこでも一緒ですよ、220円でしたっけ、今。220円でね、うん。イートインですからね、いただいて、チュルチュルチュルと、進めて、うめえって言いながらですね、進んで、で、ちょっと回復したところで、裏代表にずっと持ち合って、で、まあ、これね、大和ミュージアム会場の方どんな感じかなと思って見に来たらこんな感じでございましたということですね。もうとにかくわかりました。このね、端までね、人。会場に来てた方ならね、これどういうね、構造か、すぐわかると思うんですけど、手前に、まず真ん中のね、16時00分とかって書いてあるのがありますよね。このね、右側にある、このね、謎の、祭りの会場みたいなの、まさにこれが野戦会場ですね。ということで、ここで、カンムソンド踊りますよ、ということで、会場がセッティングされておる。で、その奥ですね、横にある、ね、テントは、白いテントは、これスタッフとかの設営用のやつですけど、その奥ね、一つ海を挟んだ向こう側に見えるのが、スタンプラリーの、会場ですね。受付とかやってるのと、あとフードですね。フードコート、ね、の、販売もやっておったというところですね。そして問題はその奥ですよ。奥にね、細長いテントがずらっとありますよね。これが物販で、この物販の列が、まあ、ずら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 ーとすんごいことになってます。これね、2時間とか当たり前、もう一番長い人5時間とか並んだという話、これを後から聞きました。これはですね、後から聞いて、そんなに並んだんですかって。実際に並んだ人とね、実は、まあ、あと、後々また説明しますけど、のところでちょっとですね、知り合いまして、ちょっと話を聞いておったら、うわぁ、マジか、まあ、それは、ようやらんわ、お礼と思いながらね、何せね、私はですね、人混みとか大嫌いなんでね、基本的にコミケに関しては、それこそ、通販で買えるものは通販で買えっていう人ですから、なんであんな人混みに並んでもね、もみくちゃにされやなかんね、もともと人混みとかね、どちらかというと人間嫌いなところがありますからね、そんな人間にですね、こんな行列に並んでですね、とか足りません。それやったらね、いろんなところをね、見て回ってですね、いろんなね、知見を増やした方がね、面白いやないかと思うんですけどね、まあそれはね、人それぞれでございますから、まあもちろんこうやって並ぶのが好きっていう人もいますしね、実際うちの裏方も結構物販とかもね、ある程度行ったみたいですね。物販、次の日は物販も行ったんやったかな。まあ、そんな感じでございました。で、大和ミュージアムの周りを歩いてまして、まあ、これ会場の上で、カンムソンとこんなところでやってましたよっていう場所と、で、大和ミュージアム自体は、すいません、次の日に、行きましたんで、そこでまた軽くね、なくすかに中のね、写真とかあれですけど、説明していきたいと思います。ので、まあ、割愛しまして、それにしたって、まあ、とにかくこの人だかりですよ。物販だけでこれですよ。この後これにプラスアルファね、野戦に参加する人たちがわーってやってくるわけですよ。それはですね、すごいことになってました。ということで、ちょっと私は避難してですね、とりあえずこれ深海ですね、潜水調査船の深海を、もう、こんなもん飾ってあるやな、さすが海の町やなと思いながら撮りまして。で、あとは、これは、ムツさんですね。ムツさんの41センチ砲とかね、いろいろとね、置いてありましたよっていう。これ、大和ミュージアムの周りにね、こう飾ってありますよね。うん。
なんで大和のね、ミュージアムやのに、なんで陸奥なんやってね、いい気もありそうですけど、要は、陸奥さんってあの、桂島白地でね、まあ、原因は不明の大爆発を起こして、沈没するということで、桂島で沈んだもので、比較的その、ね、海外のね、海洋でね、海戦で沈んだ船とか、ね、戦艦大和もそうですけど、まあ、戦艦大和はね、棒の岬ですけど、うん。ね、沈んだ艦と比べたら、内陸のね、その桂島っていうね、広島ですよね、桂島も、のところで、ね、沈没したということで、引き上げとかがね、しやすかったっていうのもあるんでしょうね。それもあって、で、まあ、近くということで、こういう展示が、実物ですかね、が飾ってありますということです。ただ、このあたりに関して、実物等に関してはですね、実はちょっとまだ、いろいろとありましたもので、また改めてですね、別の動画でもちょっと紹介したいと思っております。ということで、まあ、大和ミュージアムの周りをくるっと回って、陸奥さん見とったら、やっぱちゃんと山本さんも見ましたね。こっちに大和さんもね、さすがですね。ということで、いや、可愛いなということでですね、大和雪風といえば、やはり呉といえばね、大和雪風ということで、というのを見ておったら、私はうかつでしたね。ポスターは完売しておりました。とっくのみたいですけど。ということで、これはね、友達と落ち合って、その裏代表と、のお家やって、サンプラディの行ってきたよっていうのに全部撮ってきたよっていうのを、おーと、カレーさんって言って、おー全部も、あるでも新しいですね。彼は、バス使わずに、よく行ったなと。結構な距離ですかね。後でね、地図でも見てみましたけど、この距離よく歩くなっていうね、いうふうにね、感心しながら、お疲れさんって言ってね、じゃあ、もうスタンプラディ私明日どうすんのって言ったら、いや、明日はスタンプの色が変わるはずやから、明日もスタンプラディ行くって言って、あ、そうですか。頑張ってねって。俺もね、その時はね、行こうかな、どうかなと思ってたんですけど、まあ、結論から言うと、私は別行動をしまして、別のところに行くことになります。で全然観光でと関係ないようなところなんですけどね。うん、まあ、それは、また別の動画で紹介するとしまして、で、夜も更けてきましたなというところで、さあ、野戦の準備が始まっております。ということでですね、まあ、こんな感じで、うようようと、うようようと、まだ奥の物販は並んだままですし、なんならそこら辺の人たちも、ね、奥にいた人たちも、これ、最終的には参加しましたからね、バーっと、サイリウム振って、すごいことになってましたけど、その後も、当然ですけど、そのあたりの模様、このイベントね、野戦の模様は、一切これね、写真撮影とか禁止ですんで、当然私もね、この後もビデオカメラとかね、撮ってなくったとしてもね、持っておったらちょっと不審ですからね、しまって、片付けてと、しておりましたというところですね。そして、まあ、まずイベント終わってね、まあね、参加イベントでもらってね、ポストカードももらって、で、さあ帰るぞというなった時にですよ、このありさまですよ、これあれだけの人がですよ、今ですね、まさに呉駅にズロズロズローと、うわーと向かっていくわけですよね。さあ、これはどうしたものかなというところで、実はですね、私、ここでですね、ある作戦考えました。というのもですね、これですね、フェリー乗船券、呉広島ってありますね。これ、先の動画、別の動画のところでですね、ちらっと埠頭のところをフロードしておった、動画があったと思います。そこのところで、フェリーのチケット売り場のところね、いろいろと撮ってたじゃないですか。ね、ぜひご覧くださいね。見てない方、ぜひ見ていただきたいんですけど、その時にいろいろ時刻とかね、料金とかどれぐらい解くのかとかね、見ておったわけですよね。そしたらですね、これ料金がですね、実はこれ、呉から出張まで940円なんですよね。これね、鉄道だと、520円とか530円なんですよ。ですんで、まあ、プラス400円ぐらい。すると、船に乗れるんだと。ほうほうほう。なるほど、なるほど。ちなみにこれ、二等って書いたら二等客船って、ね、客室っていう意味合いでしょうけど、まあ、全部共通です。940円で、フェリーは940円で、広島。おお、これはちょっと一向の余地あるな。これ、最終が10時まであったんで、なんかでイベントとかが押しても、まあ、行けることないなと思って、一応、こう、頭の中に入れておったんですね。で、実際にイベント自体は7時半ぐらいに終わったんでしたっけね。でしたんで、で、もうイベント会場から呉駅はね、ちょっと歩いてね、ちょっとありますけど、で、歩いていける距離ですけどね。何を隠そうね、イベント来てた方ならすぐわかると思うんですが、イベント会場で撮ってて桟橋とか映ってたじゃないですか。あそこはもうフェリー着き場なんですよ。まあ、このフェリーが着くのは別の着き場なんですけど、あの辺りがフェリーの、フェリーターミナルになっておるもんで、歩いて徒歩ほぼ0分。で、
ターミナル、まあちょっと、ね、チケットを買いに行くところはプラス30秒ぐらい歩かないといけませんけど、まあ30秒ですよ。でいうことでですね、これどうやと、せっかくやから船乗らんかということでですね、とか乗りたいということでね、でまあね、あのよし、じゃあちょっとそれで行ってみるか、どっちにしたってあんななんかね、鉄道の方すごい人みたいやしなと、いうことでですね、来てみました。ただね、私これね、リスクはあったんですよね、リスクはあったんです。そのあたりはね、ちょっとね、桟橋の模様とかはね、動画に撮ってありますんで、そのね動画を、見ながら説明していこうと思いますが、よいしょ。まあ、ね、夜のフェリー着き場こんな感じでしたよというのをね、少し、ダイジェストに切りながらね出してると思いますけど、実際にねターミナルのところとかもそんなにですね、じゃこれがですね、もしね、やっぱ観光でね、やっぱ船好きが集まっとるからって言って、あのゾロゾロ波が実は相当数、実はフェリーターミナルに流れておったら、まあ当然こんなことになってないわけですよ。で、待合室もそこそこ空いとるなと。おうおうおう。と思っておったら、ですね、こんな感じでですね、まあいろいろと案内とかも出てるわけなんですけど、まあちょっといや、そのあたりは、画像と音声と合ってないかもしれませんので、ちょっとね、すいません。未編集、画像未編集、映像未編集のままやってますんでね。まあ、で、フェリーターミナルの方をですね、まあ乗りに行って、という形になっておるんですけど。あれは多分スーパージェットの方だね。そう、いや、あれスーパージェットの方だって、二層艇やろ、想定やろ。二層艇ってことは、高速用の作りやから、いいしね。まあ、パラパラとはやはり、この船選択をした方おるんでしょうけど。まあ、だって低得だもん。うん、そうだよ、考えてみたらみんな低得な船乗るよな。お今、まっとうなこと言ったら、俺まっとうな選択したよな、そうだよな。そうだね、別に。すごい。これに関しては楽しんでるんだよ。よかったよかったよかった。うん。フライトあの待合所使っとった時にいろいろとさプラン見とった時に思ったんやわ。もう俺 2,3,000 円とかかかるんかなと思っとったんやさ。やっとさすがに刺さるのあれかなと思っとったんや。ここぐらい待つかと思ったけど。うん。で多分座れるから、基本的に座席保証のはずやから楽しいな。これ桟橋からこう行くのな。このさ立派なさ桟橋がさ四日市はないんさ。貨物用やからさ、旅客用のターミナルはさあるにはあるんやけどな、結構ちっちゃくてな。あんま四日市の人も知らんけどな、あのターミナル、観光遊覧船がプラッとつくぐらいやから。ドーンと広島駅案内かかった。あ、早っ、出てくるの早っ。まあ乗る人もそんなにおらんね。足を数えるこれ、本当に塩の香りがするね。ちょうどいいじゃんこれ。いいじゃんこれ。俺たち港に来てんだから、やっぱし。これで広島に、はい、多分今電車乗ったら地獄へ。そうそう。ちょうどいいね、この感じですよね。でかそれ予想してこっちにしました。でかね、艦隊で船好きやったらやっぱ船乗らんとねって。こんな機会めったにないし、うん、これちょうどいい具合じゃないですか。ちゃんと座れそうやし。だろうな。ゲートのこと船に乗らないと。そうだよ。ねえ。賛同してる。自衛隊マツヤツなんで贅沢だ。マツヤ。だってそもそも産業転生だから乗れる数って。そうなんですよ。全然。あの量でしかも単線やから、そんな本数臨時で増やすこともできないし。暮らすこともないやろで、あれは多分相当地獄絵図ですよ。こっちのバス乗った時に思いましたんで。
一発出すから、ビジーホンが。逆にもっと乗ってくる人おるかなと思ってて、これこんな感じだったら、これは意外と穴かもしれない。うん、あとまあこれ結構そっちを褒める港から結構遠いんで駅までこれ、うん、この道10秒で済む物販でもやってるのかな、まだやってる、ずっと並んでますよねまだ並んでますよ、ね、え、これで川かかるって2時間後は1時間前とほとんど動いてなかったそうですよねあれ5から順位したんですよ、確かにやめみたいですけど、ね、それでやっぱレジの数が少ないから、あれ多分、随分末で第1回見て波のあのレジの数が少ないから、座ってから歩いてきました、うん、あ、向こうから来たのそうかな、一段から順番にやってたんですけど、きついな、3時間だよ、ここでね、そのあたりはこう見てもらっとる映像でね、お分かりいただけるかと思うんですけど、まあまあまあね、全然ね、でもまあガラガラに近い状態ですよね。あ、まあ実際フェリー自体は松山から始発なんで、うん、あのすでに先客のお客さんもいるはずですが、あとはいえね、この、ところにはいません。あ、ちなみにこれね、いろいろとね、あの私はね、あのあっちのカレーフェスタのね会場とかも行ってましたんで、あそこら辺に加賀さんごってなっていう話だったんですけど、よくよく考えてみたらこれ船に乗るんやから、これワンチャン見れるんちゃうかというので、実は見れたんですけどね、っていう話をしながらこうフェリー着き場に着きましたというところですね。でこのフェリー着き場でまあいろいろとですね、やはりまあ当然ですけどね、まあ地元の方だろうなっていう方も何名か見えましたよ。ですけどね、あからさまにこれやはり、観光でできましたよねって方もね見えるわけですね。そうするとまあね、どちらからともなくこう声をかけですね、あら船で帰られますか、あらこれはやはり観光でのイベントでこういうね話をしておってですね、それでですね、そしたらまあね、思ったより少なかったですか、おやっぱ観光で好きでね、やっぱ船好きやったらやっぱしフェリーになりますよねというかね、あのね、鉄道の方なんかすごいことになってそうですよねと、まあ、実際、その後ねツイッターとかでね見てみたら、わあすごいことになっとったみたいでですね、実際に、ということで、実際こちらの方が、結論から言うと、船で行ったのは大正解でした。後でですね、中の、詳細とかは、別の動画になるかな、一応、この動画で、乗ってきますよというところからもうそのまま乗せちゃいましょうかね、実際にフェリーがついて接岸する画面とかはねまた別でねやろうと思います。接岸動画ってね意外とね再生数が伸びるという噂を聞いたんでね、やってみようと思いますけど、で、実際にこれでですね、先にまず松山からこのクレーで降りるお客様を降ろして、我々も乗り込みますよと、でチケットを持ってこう、もぎりをしてもらってですね、あすごい、あのフェリーもうなんかほぼ貸し切りセットみたいになってるの。でかい、でかいな。そう、要は車をこっちから出さなあかんで、うん、出せるように接岸するようにこうグッと曲げるように、なんかちょっと顔みたいに見えるな両端が穴開いとって極洋丸かな、うわークイクイ逆転でしたな。いや、まあ今バックしてるけど、うん、接岸っすよ、やっぱこれはもう船長の一番の腕の見せ所やね、接岸は。トラックもしっかりやるんだ、むしろトラックがやっぱメインなんやろな、物流の、うん、松山から要はこっちの方面に持ってくる物流で、
くにはやっぱそれがマニュアルでこう やるあれやからな。おお、あ、まだあった。まだあって、V がかけられて外。あれが渡ったところが切断になるわけなんですか。で、今からパラップで、いいね。見にくいかもしれんけど、これからちょっと見にくいかもしれんけど、すごい、すごいですね。そっか、トラックとかは呉で降りるんじゃなくて広島で降りるんだよね、やっぱ。で船に乗り込んでみたら、見てくださいよ、あの実際あの伊勢湾フェリーとかと比べたら確かに小型のフェリーです。しかしそれのフェリーです、船なんです。わかりますかね、こう鉄道ではない、これあの鏡でね、あのね反射してるわけじゃないですよ、あの全部これ横についててずらーっと席が並ぶわけですよ。まあね、鉄道と違ってやはり横幅は当然ね広いですから、ということなんでこれ席数はすごいあるんですよね。ですので、まあ、そこに、あれほどです。で、実際、松葉から乗ってきた方も、乗っておられる方も、もう見えましたけど、ね、キャパシティに考えてみたら、ね、どれぐらいかって言ったら、ね、2人で来ましたけど、これ、前の席と、ね、2列、2列ですけど、全部ね、こう、1人で2列、ね、2席ね、余裕で使っても、まあ、ね、全然支障がないでしょうというぐらいのね、ゆったりっぷりでございました。でね、シートピッチとかね、ちょっと動画でね、出してますよね。まあ、こんな感じの、今、多分出してますけど、シートピッチめちゃくちゃ広いです。足伸ばせるね、ぐらいありましたし、そのあたりとかはちょっと、動画でね、実際に撮ってましたんで、その絵をね、出してると思いますけど、そのあたりを、この動画の中でね、配信してますけど、うん。トイレとかもすごく綺麗でした。
で、これ外ね、外に出たら潮風を、ね、浴びながら、後ろ側ですけどね、できることもできる。ちなみに椅子とかはね、全部ね、ボルトというかね、ちゃんとチェーンで固定してあるんで、荒波が来ても大丈夫ということなんですけど、まあ、瀬戸内海ですからね、まあ、そんな荒れることも少ないかなとは思いますけど、まあ、このあたりはさすが船の装備だなということですね。ちょっと上の方でね、風を浴びてる方とかもいました。やはりね、船です。潮風ね、この海風がね、すごくね、気持ちいいんですよね。これはもう船の旅ならではですね。ということでね、まあ満喫をしてきました。こんな感じで、ね、甲板デッキとかね、いうのもあって、ね、室内もね、結構設備もきれいに作ってあるんですよ。うん、これ940円やったらお得でしょう。ちなみにですね、940円でも充電し放題です。まあ、というかね、まあ、さすがに一人一席でね、これをね、5、6個もね、一人で独占するのは良くないとは思いますけど、とはいえですね、ちゃんとこれ、AC アダプターにこれ USB のコンセントまで付いてるじゃないですかね。まあ、2機まではいいですよね。これね、全然充電ができるんで、これはもう、ね、ありがたいじゃないですか。うん。ちなみにこれ、ここの部屋はここの部屋で、このね、ロビールームみたいなのかな、まあ、ずらっと奥にありますんで、まあ、飲食とかもこれでできますし、まあ、船の、ね、席でも、できますし、ちゃんとね、揺れ対策で、缶ビールがパカッてはまるやつね、あれ、僕はもう取ってありますけどね、パカッてはまる。あれ、すごく使い勝手良かったですよ。鉄道もあれにしてくれないかなと思いましたけどね。でね、あとね、こんな感じでですね、これ船なんですよね、さすが船だなと思ったのが、ちゃんとね、寝転べるスペースあるんですよ。で、しかもこれね、手前取ってあるかな。あ、取ってありますね。ブラケットとかも、毛布もね、用意してありますんで、ガチ寝できます。まあね、広島クリークの間ですと40分ぐらいなんでね、ガチ寝とはいかないですけど、これ松山からね、広島でしたらね、なかなかガチ寝できるんじゃないですか。で、鉄道ではね、まあね、サンライズとか乗ればね、真横にもなれますけど、こんだけ広いスペース、これだってね、誰も使ってませんのでね、ちょっと、遠慮なく取らせてもらいましたけど、ここでちょっと私もね、ころころから痛かったくなりましたけどね、まあそれでもね、うん。いや、それにしたってこれいいですよ、船の旅。ね、なかなか、こういう設備はね、鉄道ではない設備ですからね、いいなぁと。で、まあ、そんなの見ながら、で、しとったら、もうね、あっという間に広島の港に着きましたと、いうところで、まあ、一応まずこの辺りでね、切らせていただきたいと思います。一応降りるところの動画ね、出して、で、まあ、この後、市電に乗って、帰りますと。で、市電もね、広島駅の近く、金山町のところで実はホテルを、取ってあったんですけど、ね、市電から金山で、ね、2、3駅ぐらいかな、電停で、2、3駅。でも、実はこの広島港から乗って、まあ、これだとね、ちょっと時間はかかります。時間はかかりますけど、実は同じ190円のことなんでね、やはりね、結構コスパとしてはね、大変、私は、おすすめしたいと思います。なので、これね、宿とか、うちだとかに宿があるのかによりますけど、あっちの方とかで取っとったら、もっとまた便利ですしね、うん、なるほど、これはいろいろ使い勝手あるんじゃないかなということを、ちょっと再認識させてもらった旅でございました。で、このままの、2日目に入っていくことになります。ので、1日目はちょっと、まあ、この後夕飯とかもね、食べておったんですけど、まあ、そことか動画撮ってないもんで、1日目じゃない、2日目ね、2日目の動画としてはこれで以上となります。一応、最後はね、試練こんな感じで乗ってきましたよというのを載せときますけど、次から3日目の映像になりますね。ということでよろしくお願いいたします。この動画は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。